はい、どうもこんにちは、青木です。現在僕は金山駅にいます。はい、ということで金山駅はね、JR と、名鉄電車、そして地下鉄が乗り入れている大きな駅なんですけどね、金山総合駅なんて言われたりするんですけど、あれおかしいな、地下鉄の駅はここにあるんですけど、あれ名鉄と JR、 あとアスナルどこにあるのかな、あ、西鉄、あれ名鉄じゃなくて西鉄ってあるよ。あ、はい、ということでね、ツッコミが聞こえますね。はい、ここは福岡です。はい、福岡県福岡市にはですね、金山駅というのがあります。日本にはですね、3つ金山駅がございまして、北海道、愛知、そしてですね、福岡にあるということなんですね。金山駅って結構ねメジャーな駅名でしょ。で、なんでねここにいるかというとですね、はい、ここに通ってる地下鉄ね、はい、皆さんここに地下鉄何線が通ってるか分かりますか。はい、名城線、名高線じゃないですよ。はい、七隈線が通ってます。七隈線っていうのはですね、福岡市で一番新しい地下鉄なんですけども、今ですね、天神南から橋本というところまでですね、伸びています。で、今回ですね、今日の日付が2月の25日土曜日なんですが、来月ちょうど1ヶ月後ですね、3月27日の月曜日ですね、はい、天神南から博多まで延伸されるんですね。で、今回はですね、その延伸されるまでも、ね、福岡に来る機会がないだろうということでね、まあ、月1で福岡来てると頭おかしいことしてるんですけど、さすがにね、もうね、地下鉄七隈線の延伸まではですね、もう福岡来れなさそうなので、今日は、延伸する前の地下鉄七隈線の姿を、見ていきたいと思います。はい、貴重映像に、貴重映像にね、貴重映像じゃなくて貴重映像にね、なればいいですねということで、今から地下鉄七隈線に乗ってですね、地下鉄延伸前の様子を見ていきたいと思うんですけども、まあ、なんで金山駅から始めたかっていうとですね、まあ、私名古屋出身なのでですね、金山という名前に愛着があったから、ただそんだけの話でございます。はい、ということで新しい地下鉄だけあってね、立派なエスカレーターがありますね。まあね、名古屋の金山駅にもね、地下鉄から JR と名鉄乗り換えるとき、何本もねエスカレーターがありますけどね、はい、この金山駅もねエスカレーターがね十分、整備されています。だから金山駅といえばエスカレーターの駅とね、そうとでもね申しましょうかね。この地下鉄はね2006年だったかなに開業しているんですけどね、もう開業してだから15年以上経つんですが、それでもねまだ新しさを感じさせてくれますよね。はい、ということでこちらがですね、切符売り場で地下鉄の路線図になっております。今ですね、この地下鉄七隈線というのはですね、まあ、ここ金山なんですけども、この橋本からずっとですね、天神南、まあ、正確に天神南からこう橋本ですね、はい、このように伸びておりましてですね、で、福岡にはですね、もう2本ですね地下鉄が通ってます。このですね、オレンジの空港線というやつと、この青いの箱崎線というですね、それが通ってるんですね。で、その地下鉄と乗り換えをしたいと思ったら、終点の天神南という駅で乗り換えをしないといけないんですね。なんですけども、これね面白くて、こことここって改札の中で、ね、繋がってないんですね。まあ、元々駅名が違うんでね、繋がってないんですよね。で、なので改札を出てですね、地下街をずっと通って、まあ、天神で乗り換えて越えていくということな、博多とかですね、目の浜の方に行くということだったんですね。まあ、なのでここ乗り換えをするときね、お買い物とかができたりしてね、非常にまあ便利だったんですけども、今度ですね、この七隈線というのはですね、こういう風に伸びまして博多に行きます。で、博多で、乗り換えができるようになりますので、こことここの乗り換えがですね、廃止になります。要は天神南と天神の駅ではですね、乗り換えができなくなる。それがですね、実は延伸のもう一個のポイントです。なのでまとめると、まずは地下鉄、これがですね、ここまで延伸されると。で、もう一つですね、ここの乗り換えができなくなって、博多の駅で乗り換えをしてくださいと、そういう風になるという、この2つのポイントがございます。はい、ですのでこれがですね、地下鉄七隈線の運賃表になってます。金山駅のですね、運賃表になっているんですけども、はい、終点の天神南駅で乗り換えてですね、博多の方まで行ってくださいというふうにですね、今はなってます。ですがですね、延伸後はおそらくこの乗り換えのですね、印がなくなりまして、博多まで行って、でここで乗り換えてくださいねみたいな、そういうですね案内に、なるというふうに思われます。はい、ということで切符を買ってまいりました。これね、色的にどう見てもね、名鉄の切符にしか見えないんですけどね、はい、これはですね、地下鉄七隈線の切符になってます。はい、で、先ほど運賃表を見ていただいたんですが、私たちが今から行く天神南という駅はですね、
260円なんですね、ここから。はい、なんですけど300円で買ってる。これはなんでかというと、天神南からですね、乗り換えができる切符を買いました。というのはですね、天神南の駅から乗り換えて地下鉄空港線ですね、さっきのオレンジのラインで一駅行くとですね、まあ、300円になるということなんですね。ですので、この切符で天神南駅の改札を通ると乗り換えするのに出てくるんですね。普通はですね、あの改札機にね、あの降りる時は吸い込まれるんですけども、この切符はですね、乗り換えをする切符なので出てくるということなんですね。でこの光景がですね、七隈線が博多まで延伸されたら見れなくなるということで、まあ、見れなくなるというか、この体験ができなくなると、切符が出てくるという体験ができなくなりますので、今回はですね、記念にですね、それをやってみたいということで、わざわざ40円増しのですね、300円の切符を買いました。さあではですね、地下鉄七隈線乗っていきましょう。おすごい、路線図にはね、はい、天神南から先、書いてありますけどね、はい、シールが貼られています。役員天神南と博多方面って書いてあるんでしょうね。はい、そして金山駅ですね、次の駅はですね、名古屋駅ではないですね、茶山って書いてあります。福岡の地下鉄なんで。さあということで、金山のね、茶番を楽しんでいないで、私たちが今から何をやるかというのをですね、詳細に説明してまいりたいと思います。まずですね、天神南まで行きましてですね、まあ、天神南駅でですね、はい、延伸後に見られなくなるような、そういうですね、ポイントを中心にご紹介、したいと思います。でその後ですね、天神南駅から外に出まして、いよいよですね、地下鉄七隈線延伸区間はどうなっているのかというのをですね、あの見ていきたいと思います。まあ、といってもね、延伸区間のこのトンネルですね、あの天神南から博多の間のトンネルにね、あの侵入するとね、不法侵入になってね、青木さん捕まってしまいますのでですね、地上からですね、見たいと思います。要は、天神南から博多駅まで、どのようなルートをですね、地下鉄が、通っていくのかというのをですね、地上ですね、バスとかですね、あと歩きですね、見ていきたいというふうに思います。さあということで、延伸後に見られなくなるポイント、早速ここにありました。12時48分発天神南って書いてありますね。はい、延伸後はですね、全ての電車が博多発着になりますので、この天神南行きという行き先はですね、はい、最終列車とか始発とかでもね、見られなくなるわけです。もう今だけですよ、これ。皆さん目に焼き付けといてほしいですね、これ。さあやってきました。かっこいいな。あ、これ新車かな。これ七隈線って緑色なんですけどね、帯が青色になってますね。はい、じゃあ乗っていきましょう。福岡ネクストって書いてあります。はい、ということで天神南に到着いたしました。列車はですね、回送となりまして、延伸区間の博多駅方面に向かって走り出していきました。多分これ試運転がなんかもね、あのやられてると思います。はい、ということで私たちはですね、天神南駅からですね、地下鉄空港線と乗り換えができる側と反対の方向で、ね、ホームを歩いております。で、この金山駅っていうのがですね、あの七隈線の全線の半分ぐらいのところにあるんですけども、その時点でね、座ることができませんでしたね。はい、ずっと立ってました。まあね、あの後面展望を見れたのはいいんですけど、その、3つ4つぐらいかな、先の六本松という駅がですね、もう超満員になりましてですね、いやこれは大阪の地下鉄御堂筋線かとね、思うぐらいですね、人が乗っていまして、で、皆さんほとんどの方が天神南で降りて、向こう側のですね、地下鉄空港線の乗り換えがある、まあ、天神地下街ね、天地下があるような方向にですね、進んでいかれました。ですので、まあ、天神で用事がある方っていうのもいらっしゃると思うんですけども、やはりね、あの博多の方で用事が
である方もね結構いるんじゃないかなというふうに予想ができましてですね、ですのでその博多まで行かれる方はここからですねもう延伸後はずっとこの地下鉄に乗ってればですね、あと2駅で博多に着くということですので、まあ、相当便利になるというようにですね、予想されますね。さあではですね外出ていきましょう。さあこちら側はあの天地下があるですね地下鉄空港線の乗り換えがあるのとは反対側ですので結構空いてますね。東出口って書いてます。でこの中央出口っていうのがですね、はい、あの向こうまっすぐ行ったらあるんですけども、地下街とか地下鉄空港線の方につながっている出口となってますね。乗り換えでもここからでもですね、乗り換えが行えましてこの緑色の改札機にですね、さっき買った切符を入れることでですね、はい、乗り換えができるようになっているそうです。これに入れたらですねまた切符が戻ってくるそうです。じゃあやってみましょう。はい、戻ってきましたね。この体験ができるのもあと1ヶ月しかないということなんですね。当たり前のようにねここで、まあ、乗り換えをしていた方ってもう結構いらっしゃったと思うんですけども、まあ、いらっしゃると思うんですけどもね、いやこれができないってなるとね結構違和感あるでしょうね。まあ、その代わりに博多駅で乗り換えができるということですね。まあ、便利になる人は便利になる、でもですね一方でやっぱり不便になる人もいるということで、まあ、それでね結構あの議論になったりとかしてるんですけども、まあ、おそらくねあのこれ残しちゃうとね天神の乗り換えを残してしまうと切符の計算のルールがねあの余計ややこしくなるっていうようなことがあってですね、まあ、あの仕方なくって変ですけども博多駅に揃えるという形にしたっていうふうにね考えられますね。はい、ということでこちらがですね天神南駅の、切符売り場になってます。で今はですねまだ七隈線延伸開業していませんので、博多貝塚明の浜唐津方面の切符は天神駅でお持ちください。はい、今案内があります通り、地下鉄空港線の切符ですね、はい、これは天神駅でお買い求めくださいということで、要は、地下鉄空港線に乗りたい方は、ここから天神駅まで歩いて、そこからですね、切符を買ってくれということになっています。でこれがですね延伸しますと、博多駅で空港線乗り換えができるようになりますので、おそらくここにですね、空港線の路線図も追加されるんじゃないかというふうにね思われますね。はい、なのでこれ今七隈線1本しかなくてですね、あたかも地下鉄が1本しか通ってないような、感じなんですけども、あくまでもここから乗れる、七隈線の、路線図だけが書いてあるという状態ですね。はい、選べる路線もねこうあの普通はね空港線七隈線ってなってるんですけども七隈線しか選べません。はい、で見るとですね、はい、この上の路線図の通り空港線の切符はですね現在買うことができないようになっています。はい、これがおそらく延伸開業したらここに空港線というボタンが追加されて博多乗り換えで空港線の切符を買えるようになるというそういうふうに予想されます。はい、ということで天神南駅の真上こちらになっております。はい、この青木旅行チャンネルでもおなじみ天神の光景ですね。こちらに天神大丸があって三越があってとそういうようなですね光景が広がっております。天神南のですね交差点です。お、すごい西鉄バスのレトロの塗装のやつがね今走ってきましたね。そしてあそこにですね天神南駅があります。あそこがですね天神南駅の入り口になってて、この辺にあの天神地下街天地下の入り口があるんですけども、そこからもですね天神南の駅に行けるようになっているということで、この南のエリア特に大丸とか三越に行くのについてはですねあの地下鉄空港線博多とか目の浜通っているこの地下鉄空港線よりはかなり便利な場所にあるんですよね。あの空港線側はまあどっちかというとビジネス街的なそんな感じなんですけども、まあ、こっちはですねあのショッピングする例えばですねあの大丸とか三越とかあと天神ソラリアステージなんかもねあったりして、そういうところに行くには便利だなというふうに思ってますので、博多から天神に行くにあたってはですね空港線と七隈線が今後来月以降はですね使い分けができるようになるということで、かなりね便利になるんじゃないかなというふうに思います。はい、でねあのロケ続けようと思ったら雨降ってきちゃってね、はい、であの傘ねちょっと持っていくの忘れちゃったんですよ。まあ、ホテルにあるんですけどねもうあのめんどくさいでねコンビニで買ってしまいました。まあ、っていうのはねあの折りたたみの傘1個しか持ってなかったんで、ちょうどまあねこの機会にいいやと思ったら、まあ、1500円でこんな立派なね傘があるんですね。じゃあこれでね、ロケ再開していきましょう。はい、と思ったらですね雨降ってません。はい、小降りになりましたね。小降りってかもう全然降ってないですね。いや一瞬の雨だったようですね。傘買った時あるあるがですねまた発生しちゃいましたけど、まあいいでしょ。折りたたみの傘はもともとなかったんで、まあ、こんな立派なね、いや本当にね持ちやすいですよ。ローソンさんのね、折りたたみ傘、宣伝しておきます。
はい、ということで私たちはですね、天神大丸三越を見ていたあそこのね、斜め向かいの交差点から、ずっと斜めですね、天神地下街をこう通ってきましてですね、で地下鉄七隈線、天神南駅この下にあるんですけども、ここから博多駅方面に向けてはですね、はい、ここですね、車がいっぱい通ってる大通り、国体道路でですね、通りをですね、この下をずっとまっすぐ行きます。で、途中のですね、キャナルシティがあるところ、そこにですね、串田神社前という新しい駅が設置されます。その串田神社前という駅からですね、曲がりまして、博多駅の方にですね、目指していくというそういう経路を取ります。ですので私たちはですね、今からその経路をですね、地上で辿っていきたいというふうに思います。で、この国体道路沿いにですね、あそこ、天神一丁目というバス停があります。で、この天神一丁目というバス停からですね、はい、こちらも見えております通り、博多駅行きのバスがですね、もう5、6分ぐらいに1本、多い時にはもうね、あの 3分とか2分に1本でもう2台とか連なってくることがあるぐらいですね、たくさん本数が出ていて、なのでここはですね、もともと博多駅に行くには非常にまあ便利なところだったんですね。でもですね、実はここにですね、衝撃的なことが書いてあるんですよ。3月22日から博多まで3分って書いてあります。要はこの地下鉄七隈線で、ここから博多駅まで3分で行けるようになるということなんですね。はい、カップラーメンができる時間で移動ができると、これはね、とんでもないことです。ここのですね、この先にあるバス停から博多駅方面に行く、バスに乗りましてですね、で、地下鉄七隈線の、次の駅ですね、この天神南の次の駅、串田神社前駅がある場所に行こうとするとですね、3分以上かかるんですね。で、そこからですね、さらに博多駅方面に行こうとすると、また時間がかかるということで、まあ、大体ですね、ここからバスに乗って博多駅に行こうとすると、そうですね、まあ、15分とか遅くは20分ぐらいかかってしまうような、そういうような状況なんですね。それを3分でね、行ってしまうという、なかなか地下鉄ってすごいもんやなというふうに感じさせてもらいます。はい、ということで、それをですね、実際に感じていただこうと思いますので、はい、ということで、これがですね、天神一丁目というバス停です。で、見ていただいて分かる通りですね、ここから博多駅の方に行く、お客さんが非常に多いということが分かります。このお客さんの流れっていうのがですね、3月27日以降地下鉄に置き換わる、まあ、大部分がですね、置き換わるというふうに予想されますね。はい、ということでバスは博多駅に向けて出発しました。まあ、こんな感じでね、大通りのですね、バス停にちょこちょこ止まっていくということで、かなりね、まあ、天神とか、あと春吉、中洲あたりのですね、繁華街にね、足を運ぶには、まあ、地下鉄で階段とか、上り下りしなくて便利っちゃ便利なんですけど、結構ね、スピード遅いですよね。はい、この通り、2車線ずつになってるので、車通り自体が非常に多いんですよね。今土曜日の昼間なんですけども、結構ね、多いでしょ。で、まあ、しかもね、中洲って結構夜の街なんでね、そういうところもですね、まあ、風景を見ないといけないということで、まあ、好き嫌いあると思うんですけど、そういうのが嫌だよっていう人にはね、地下鉄がおすすめなんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで私たちはキャナルシティ博多前というバス停に到着しました。で、あそこの橋のところね、通った時に地下鉄の駅がね、作られているのっていうか、もうほぼ完成しているのがね、見えたと思うんですけども、はい、で橋の上にやってきました。こっちが国体道路ですね。で、こちらにですね、串田神社前駅があります。はい、開業間近に控えた串田神社前駅がですね、君臨しておるわけなんですけども、ここまでですね、なんと6分かかりました。はい、地下鉄の2倍で、しかもですね、まだ博多駅にもですね、到達してないんですよね。この国体道路ね、見ていただくと2車線ずつなんですね。はい、上下2車線ずつということで、結構ね、昼間でも渋滞がしやすくて、さっきもね、青信号なのになかなか進まないというようなね、ことがあったりしましたね。はい、ですので結構ね、交通量が多くて、で、移動するにも、時間がかかりがちな、そういう道だったということがね、そういう道だということがね、よく分かりました。
で、まあ、これでね、この下に地下鉄ができることで結構ね、移動時間が、短縮されるという風になってね、便利になるんだなということが、分かりました。であとですね、ここを走ってるバス、まあ、西鉄バスなんですけども、結構ね、あの系統が複雑でですね、このさっき、乗った天神1丁目からこの素直にまっすぐ、この国体道路を行くやつもあればですね、ここですね、曲がって、キャナルシティ の奥の方まで行ってから、博多駅に行くっていう、そういうやつもあったりしてですね、なかなかあの旅行者にはね、乗りこなせないっていうようなね。ただですね、まあ、途中の、春吉とかね、あの中洲南新地とか、まあ、その辺のね、まあ、繁華街、まあ、あの中洲はちょっと夜の街とかも入ってるんですけども、まあ、そういうとこに行こうとするときは、まあ、依然としてバスの方が便利なのかなということで、まあ、ここを走るバスはね、なくなるとはね、聞いてないんで、まあ、まだね、まあ、ちょっと本数減るでしょうけども、まあ、一定程度残るんじゃないかなというふうに予想しております。まあ、なので、これからこの国体道路沿いも、バスと地下鉄を使い分けてですね、いろいろ移動できるって、そんな便利な時代が来るんじゃないかなと思います。ではですね、この串田神社前駅、もうちょっと近くに行って見てみましょう。はい、これ橋の途中にですね、これ関係者以外立ち入り禁止って書いてあります。ここね、おそらく、階段かエレベーターが設置されるんですけども、この下、はい、見ますとですね、これおそらく地下鉄の入り口になると思う、構造物があります。ここですね、まっすぐ行きますと、はい、キャナルシティ博多になってます。ですので、この串田神社前という駅はですね、このキャナルシティ博多にですね、もう直結してるんですね。はい、とても便利なですね、駅なんですよね。まあ、博多と、ね、天神の間でね、なかなかちょっと存在感がね、薄いなというふうに思っていたんですけども、いや、これね、見ると実際に見るとかなり便利なね、駅がね、ここにできるんだなということで実感できます。はい、ついに雨が降ってきてくれましたね。傘の出番が現れました。はい、ということで下に、ね、降りてきたんですけども、さっき階段かエレベーターでしょうって言ってたですね、この構造物ですね、これ下ですね。はい、エレベーターが設置されているのが分かると思いますけども、これがですね、この2階からこう地上を通って、おそらくこの下にですね、地下鉄の、駅の改札口があると思うんですけども、そこにつながっているエレベーターですね。さあ、そしてこちらがですね、駅の入り口になっているんですけども、2つですね、並んでますね。はい、これはエスカレーターが片っぽずつ、設置されてるんですね。上りと下りで、このようにですね、設置されているということで、かなりですね、スペースに余裕が持たれてると思うんですけども、まあ、普通だったらね、こう階段1個にしちゃえっていう風になるんだと思うんですけども、ちゃんとね、エスカレーター上りも下りもつけてくれてるっていう、かなりですね、親切な駅の構造になってるんじゃないかなと思います。さあ、そして向こうにもですね、同じように、入り口があります。こっちも見てまいりましょう。はい、で、向こうに渡る横断歩道を渡るところなんですけども、ここだけですね、なぜかシートが外されててですね、地下鉄って書いてありますね。あたかも駅が存在しているかのようなんですけど、まあ、なんか風かなんかで飛ばされちゃったんでしょうかね。はい、ということで、この辺りまだ係の方がいて、工事の方されてますね。で、これは階段ですね。はい、さっきの横断歩道渡ってきたところなんですけども、階段があります。そして、はい、あ、もうこれ書いてるんですね。串田神社前駅、駐輪場ということで、自転車の駐輪場も設けられることになってるんですね。はい、これはちょっと意外ですね。というのは、結構ここって言ったら、まあ、福岡でも都心で、まあ、大阪でいうと梅田と難波の間ぐらいのところにあるんですけども、そういうところに、駐輪場があるというのはですね、かなり、珍しいことで、でね、まあ、これもね、多分理由があってですね、実はこの辺りってワンルームとかね、一人暮らし向けの、住居、まあ、ファミリー向けの住居も結構あったりするんですけど、要はね、人が住んでるんですよね。はい、で、博多から天神の間に、住んでる人っていうのは、まあ、バス使う人も多いんですけども、大体ね、自転車で、移動されることが多いんですね。で、さっきもね、横断歩道渡ってたら、もう狭いね、もう工事でもう本当に道幅が限られてるのに、一生懸命ね、自転車漕いでですね、横断歩道渡ってる人も結構いました。福岡はね、風が強い街なんで、ね、結構折りたたみの傘でもいいやつじゃないとね、こんな感じで、すぐにコウモリ傘になっちゃうんですね。はい、まあ、なので、雨の日とか自転車漕いでも全然進まないとか、そういうことはあるんですけども、そこをね、地下鉄がカバーしてくれるっていうのは非常にですね、便利になるんじゃないかなと思います。さあ、で、もうお気づきの方いらっしゃるかと思うんですけども、この地
下鉄の出入り口なんですが、国体通りではなくて国体通りから曲がってきた、この通りにですね、多く設置されています。でこれはどうしてかというと、この地下鉄七隈線、さっきのあそこの橋の手前あたりでですね、ぐるっと回りましてですね、方向変えまして、この通り沿いに今度は走っていくということになってます。はい、ですので、こんな感じで工事の設備がですねたくさんあったりしているんですけども、ちょうどこの下をですね、地下鉄七隈線が走るということになっています。ですので私たちも、この七隈線のルートに沿ってですね、これを道をまっすぐ行きたいと思います。うわ、すごい風だ、すごい風ですね。やっぱり大阪とはえらい違いますよ。本当に博多はね、博多って、まあ、福岡はね、雨降ったら本当に風が強いですからね。ここにも地下鉄の入り口があるんですね。キャナルシティ博多自体がこれのね、あのこの道民院さんのね、裏側自体に、あ、見えますね、あの紫色の建物なんですけども、あれがキャナルシティ博多です。ですので結構駅の至るところから、キャナルシティ博多に行けるようになってるんですね。結構だからこの櫛田神社前の駅の出入り口っていろんな広い範囲をカバーしているということがね、分かっていただけると思います。で私たちが今通っているのが博多駅前通りというですね、文字通り博多の駅に通じる、通りになってます。これをまっすぐ行きますと博多駅です。向こう見えますかね、もうすでに博多駅のビルが見えてきましたね。この辺りね、本当観光客が多いんですよ。というのは、ホテルがね結構あったりして、で、まあ、外国の方、特にね最近韓国の方はね結構、スーツケース引いてあのいるのを、ね、ホテルに向かっているのをですね見かけたりしますね。はい、ということでここ覚えてますかね皆さん。だいぶ前にですね、ネットカフェのロケをねしたところなんですけども、はい、ここにですねネットカフェが、ございましてですね、サイバック、アイカフェサイバック博多駅前店だったかな、でですね一回ロケをしたことがあるんですが、なんとこの下にですね、はい、地下鉄七隈線の博多駅があるということなんですね。さっきのところがね、だいぶまっすぐ来たんですけども、実際に公開されている資料によるとですね、この下にですね地下鉄七隈線の博多駅の、終点のホームが、設けられるということになっています。で、このホームどこに設けられるかというと、なんとですね地下5階にね設けられるそうです。なんか都営大江戸線みたいな、ね、ことするんですよねってね、思ってしまいますけども、はい。で、あそこの工事はね多分また別のビルの工事なのかな、ちょっとあの分かんないですけども、ここの下にですね、地下鉄七隈線のホームが設けられまして、こう地下をですねずっと、向こうの方に移動することで、地下鉄空港線であったり、JR や新幹線の博多駅とつながっているということになってます。はい、では最後はねこの博多駅の地下に実際行きまして、この七隈線との通路がですね、まあ、おそらく完成していると思うんですけども、開業前のねその様子を、見ていきたいと思います。はい、ということで博多駅の外はねその七隈線の駅が、登場するというようなのをね予感させてくれるものはあんまりなかったんですけどね、はい、しっかりここありました。はい、こっちがですね、地下鉄空港線の、博多駅になってるんですけども、こちらですね、はい、地下鉄七隈線って書いてありますね。ここの通路をですねまっすぐ行きますと、地下鉄七隈線の博多駅になっているということですね。はい、これもですねちゃんと準備されてますね。うわすごいな、これもちゃんとね見せてくれてるっていうのがすごいですよね。こういう風に分かっておくとね、あのだいぶ前からね、あの3月27日からはこうやって、七隈線で天神まで行けばいいんだっていうのがね分かりやすくていいですよね。で、こっちがですね博多バスターミナルの方まで続いてる、地下街ですね。だから相当便利なところにありますね。いやなんかあのちょっとね時間がかかるみたいなねあのことも思ってたんですけど、そうでもないですね。やっぱりあの既存の博多駅と一体化した場所にですねこの地下鉄七隈線の博多駅っていうのもあって、まあ、天神南からね、天神駅までの距離よりはですねだいぶあの短い距離でですね、まあ、これ見た感じですよ、見た感じはですね、乗り換えができそうなそんな感じがします。はい、エンディングです。ということで博多駅にやってきたらですねお日様も出てきてくれました。いやゴールのね風景って感じですね。はい、ということで今回はですね、七隈線
博多延伸開業1ヶ月前スペシャルですね、はい、スペシャルということでですね、七隈線の天神南から博多駅までの間、延伸開業する直前のね、様子を見てきましたが、いかがでしたでしょうか。本当に3月27日以降見れなくなるようなものをいっぱいね、見てこれたっていうのは非常に思い出深いんですけども、何よりもね、この天神南駅から博多駅までの間、いやこれよく作ったなっていう風にね、思いました。というのはね、国体道路天神南からですね、櫛田神社前の、区間ですね、2車線ずつしかないっていうですね、その下に地下鉄を掘るってことをですね、やろうとするとやっぱりですね、車線を規制したりとか、まあ、場合によって通行止めとかね、そういうことも、過去にやられたんだと思います。まあ、そういったですね、苦労を経てですね、しかもその地下に駅まで作ってって、ね、いやすごいことしたんだなと、なんか普段からね、天神と博多の間なんて結構行き来してるんですけども、こういった観点でね、見ると、いや非常にですね、新鮮な、体験がね、たくさんあったんじゃないかなというふうに思います。それではご視聴ありがとうございました。